今日のメンバーでまず言えること、湘南ベルマーレですがいつものボランチ秋野がいませんが、はい、コンディションが良くないということですね。今日は秋野石川コンビではなく、はい、いつもの石川菊池コンビということになりますね。はい、まあ、エンジンとしてどれだけ、うん、まあ、中盤で働けるかというのは、はい、体に求められている役割でしょうね。うん、そして両翼には杉岡と岡本を持ってきます。さあ両チームの選手が今入場してまいりました。湘南ベルマーレそして鹿島アントラーズの一戦です。さあ湘南ベルマーレ改めてフォーメーションご紹介しましょう。さあそれでは鹿島の並びを見ていきましょう。まあ、おなじみの並びなんですが金崎と鈴木の2トップですね。そのまま相手を引き継いながら右フリーです。さあチャンスだ。いいボールがマイナスでくるか、シュートか、クロス、先制ゴール。いいクロスボールに頭で飛び込んできました。オンゴールになりますか。これ最後は犬飼が触りましたねのように見えましたけどね。これ戸田さん、ちゃんとアントラーズもディフェンスは下がってるんですが右がフリーでしたよね。やっぱシャドウがいる分中央にこうなんでしょう、寄せられてしまって、でウィングバックが出てきたっていう展開ですから。で完全にオンゴールではあるんですが、はい、もう完全に攻め切りましたもんね。そうですね。丁寧にパスを送るミサオ、これもいいボールだ、決定機、シュート、同点、1対1、鈴木優真決めて同点。これで7分ですが振り出し、まあ、クオリティを見せたかなという。まず上田の強さが光りましたし、光りましたね。そこからのね、はい、速攻も非常に角度もついて、はい、精度も高くて、はい、ミサオですかね、はい、インステップでこうボール滑らせてますけど、はい、ドリブル金崎引っ張る、金崎引っ張って右を使う、さあどうだ、中にもうすでに鈴木が入っているがレアンドロもいる、金崎も入ってくる、クロスボール、どうだ、鈴木2点目、いや旗上がった、旗が上がってオフサイド。もう金崎のやっぱりね空間の認知がしっかりできたノータッチさんから、はい、局面変わりましたし、取れないか金崎、そしてチャンス、レアンドロ一度切り返し右足シュート、キーパーこぼれてクリア、まあ、決定機に近かったですね。ですね。フリック高山入れる、そしてシュートだ、いや決定機でしたね。でもね、左のウィングバックの杉岡がクロスに合ってますね。ようやく杉岡来て、そしてワンタッチ、ボールは浅いラインです。ポーンと浮かせて前線に到達、金崎シュート、最初のフィニッシュ金崎左足、まあ、体の使い方もやっぱり上手ですしね、はい、コントロールから反転してシュートも早かったですから、はい、まあ、らしいプレーでしたね。でピッチもスリッピーですので、ここは思い切って狙っていきました。ゴールに向かってくるインスイングになります。なーってキーパー、惜しいヘディングシュート、鈴木優真、金崎にボール通る、金崎行く、ラストパスシュート、よく戻りましたね。いやレアンドロにしてみれば決定機を逃したことになります。誰でしょう、岡本でしょうか。今のディフェンス難しいですね。戻りながらレアンドロのランニングも見ながら、はい、入れた、そしてつながった、フリック、そしてシュートは打てない。もう犬がよく前でね、はい、相手の前で処理しましたね。これがチャンスになる決定機、決勝弾決めて2対1湘南ベルマーレ。誰でしょう、山根ですかね。上がってきたのは今3列目から山根、素晴らしい最後のシュート、
スローインが3回続きました。そして山根見事に決めて2対1。いやーちょっと膝に手を置いてがっくりする鹿島アントラーズ。それもそのはず、もう残り時間はなく今すでにタイムアップ、試合終了。まさに文字通り間際の劇的な決勝弾でした。スローインからでしたね。スローインをそれも3回ほど続けましたんで ね、 ね、よくつながりましたよね。あ、でも足が残ってるって話をさせてもらったんですけど、まあ、一番後ろの選手が出てきましたので、出てきました。まさになんか、まあ、湘南らしい、はい、湘南のチームらしいゴールですね、はい。